2024年か。はい。あ、すごいね。すごいね。もう令和になって、うん、ね、どうしますこの番組って言ってたのに、うん、6年ですよ、もう。ボーダーレスですよ。時代は年末年始結構テレビでもね、はい、その昭和を特集するのたくさんあったんですよ。ああ、だからやっぱり日本人がやっぱりその一番元気があったっていうか、はいはい、一日一日にありがたみを感じて生きてたっていうかね、うん、牛肉って何いやそれは、いやそれはまあ、いやでもさ、俺が今まで食ってた牛肉は何だったんだろう、はい、違ったっていう今日はですね、昭和の写真というところでたくさん写真付きのメールもいただいております、はい。まずはこちら、フローレンさん、昭和35年生まれ、島根県生まれです、で昭和41年から山口に来ていますという。島根のどこか知りたいよな。島根も広いからな。すごい横長でしょ。で、山横長、山ものすごい中国山地のさ、だ山なのか海側なのかにも、ね、うん、変わってきますからね。俺んちの、ね、ルーツがね、俺んちのねルーツがね、どうも出雲らしいんですよ。あら、それを お父さんとかおじいちゃんに聞いたんですか。すぐ分かったあ、ドラマなし。でもなんかドラマまで分からんだけど、どこにうちのルーツがあるかっていうことで、うん、で、うん、本当はすごい1ヶ月ぐらいかかるんじゃないかとか思うじゃない、うんうん、そういう大冒険を感じるね。あ、もう数時間で分かってしまうあれはここでの、ここでこうでこうじゃなくて、でまだでもその家系図とか見てないんだけど、で出雲なの。出雲らしいんですよ。出雲の何何してなんかね、出雲で、うん、お寺だったんじゃないかっていう。お、山根家のルーツで、もっとファミリーヒストリー。そうですよ、はい。山口家、昭和41年から山口でにいるフローレンですという。昭和の写真ということでアルバムをめくってましたら、昭和36年頃の赤ちゃんの頃で昭和らしい写真を見つけました。これいいね。歩行器に畳の上で乗ってるんですけど、この障子の破れ具合がいいですねいいですね、うん、でもうめちゃ昭和の畳、はい、うん、でしかもその歩行器が、うん、素材が木でできてる。あ、山根さんメガネかけます、はい、いやでしょ。え、歩行器はプラスチックじゃ、プラスチックですよ。いや木だね。だから昔はね。いや今はもう木もあるんだけど、木の方が高いんだよな。これまでその写真を見ても何も手に何を持ってるか気づけませんでしたが、うん、その写真を拡大してみて初めてピストルを持っているのが分かりびっくりしました。ギャングか。ちびっこギャングって赤ちゃんギャング。ギャングってなんか昭和の響きだよね。ですね。そうですでしょ。で、お兄さんが2人いて、うん、おもちゃのピストルを渡されて遊んでいたみたいです。ちょっと見せて、僕そこ見て。俺ピストルなの？うん。なんかあれですって、ちょっと拡大してみたんですって。おもちゃのね、水鉄砲とかそんな感じ？ああ、そうですね。黒いやつですけど、うん、はい。まあ もちろん白黒です。これはね、白黒のやつが可愛い子ですね。だいたいカメラってフィルムも高いし現像するのも高いから、うんうん、1人目の子っていうのはよく撮るって言うんですけど、まあ、僕なんか3人目ですから、まあ、少ないよ。その時はチート、あ、なんかこう、うん、初めての子だから、うん、まあ、頑張るという、頑張るというか、なんかのぼせちょるというかのぼせちょるとかまあね、まあね、まあ勢いに乗ってるというか調子込んでるというか。俺もね、俺ほとんどないからね。ないですか。そう、うん、そういうもんなんです、うん。そういうもんですよ。だから貴重なんですよ、僕らの写真は。はい。例えばさ、はい、俺と高橋くんとかがさ、はい、なんか着ぐるみを着てさ、エンジンかなんかのさ、で、なんかハイキングとかしてたら、これは犯罪になるのかな。いよいよ。それはコスプレですから。僕らの服ですよね。はい、こういやでもどういうのやったら面白いけどな。でも止められると思いますよ。職質ですか。職質とか他の方とかにも。止められる、うん、ちょっと質問は受けると思います。でその時に、ダメだとか出てた。続いて海のトトロさんです。短いですね。
高知県の方でございます。今年もよろしくお願いします。62歳の方です。小学校の修学旅行前、体育の時間にやったんですが、写真撮影のために早く並ぶ練習をさせられましたいいですね。あれですね、あれと一緒ですね。あの新幹線に乗る練習、やるんですか。あの修学学校にやるの。この辺の学校みんなやったらしい。俺の時はまあ新幹線ないからあれだけど、新幹線に乗るためにあのこの体育館とかで練習するんです。スムースに乗るための練習。そうそう、ええー、か新幹線中なんかちょっとしか止まらんけろとかって先生が言うらしいよ。確かに本当にそうらしいよ。だって博多じゃないもんね。でそこでものすごい張り切る先生がおるわけよ。おるじゃん、どんどん焼きでもすごい仕切る仕切る人がいやいやすっごい仕切る。それでそのそういう人がいるからいるから成り立つ、いるから回るんですよ。回る、はい、ねえねえねえ、ん、いや生徒手帳っていうのあった。高橋君何中学だったっけ。東村山第四中学校。第四中学校でしょ。はい、で生徒手帳に写真があった。中学の時に写真貼ってたかな。それ持ってこいっちゅうんですか。いやそれはね、うん、持ってこなくて同じ顔だからそそれ確かに全然変わってないもん。いいことない。